シリル・テレオーは、フランス・プリバ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。フランスカブリーグでのプレーを経て、2006年に、ベルギーのシャルルロワ SC へ移籍。さらに、ルーマニアの強豪ステアはブカレスト、ベルギーのメ門 RSC アンデルレヒトと渡り歩いた後、再びシャルルロワに戻った。2010年8月、 イタリアセリエ A の AC キエーボ・ベローナと契約。2年目の2011から12シーズンからは、ドメニコ・ディカルロ監督に、ストライカーとしてよりも、トップ下として起用されるようになり定位置を確保。2012から13シーズンには11得点を、アゲスコアラーとして開花した。2014年6月、ウディネーゼ・カルチョニー席。 2014から15シーズンは、アントニオ・ディナターレとのコンビで得点を量産し37試合十得点を記録し、翌シーズンも11得点をマーク。ディナターレ引退後の2016から17シーズンには、ポジションを3トップの右ウィングに移したが、得点力は衰えず12得点を挙げた。2017年8月31日、アッコフ・フィオレンティーナへ3年契約で移籍した。 2019年1月31日、カリアリカルチョへ、シーズン終了までのレンタル遺跡。ありがとうございます。